はい、何でしたっけ。18インチで走ってみてどうでしょうか。18インチより17インチの方が調子いいけど、どっちにしても将来的にどんどんグリップを上げていかないと話にならないので、まあ太くなっていくというのは仕方ない。まあまだこれに色子だけど、まあ、まだ太くしていきたいっていう予定です。今後に向かって。だから今後も継続してやっていくという感じでございます。はい、以上。なんか比較的ね。おお。結構。先行？先行の人はこっちに行かれてる。おお、歩いている。乾燥もここにね。こんな段々になってますね。そうよ。あ、ちなみにね、逆走だけこれが尖っとる方から当たるけ、これに乗るって結構厄介。そう、飛ぶ。いやいや、どうもってなるけど、ね、足が壊れたり跳ねとるんだ。これどうなっとんマジ。こう入ってこう来てこう飛ばして、こう入ってこう来て、こう、いや絶対届かん。そしたら向こうまで。すごい変だ。変だよ日本人。今日はなんでおにぎりじゃないんですか。朝なんで。まだどういうことですか。まだおにぎりまでないんですよ。今日はチェックランですね。チェックランです。今日であと2日の全てが決まります。今回の忘れ物はホイール2本ですね。ホイール2本。誰かがくれよ。じゃあ炭素始まります。うん、始まります。ちょっと点が出てなさすぎて、はい、だいぶ不安です、うん、けどまあまあやれることやって、はい、頑張ります。はい、ライト点灯忘れずに。はい、忘れる時は出かけずに。え、シャラシャラはダメなんでしたっけ。シャラシャラダメ。シャラシャラダメか。お、スバルの人だったらスパナ君知ってますね。スパナ君、あ、知ってますよ。スパナ君って何ですか。スパナ君、あー知らんの。スパナ君知らません。探せですよ。何ですかそれ。あー、もうウォーリーじゃなくて。全然ついていけてない。え、曲がってますよ、ここから。あ、マジですか。じゃあ何が起きてるんですか。これがですね、このボルトがですね、はい、多分力ずくで本来まっすぐなって出ないといけないものが、はい、多分どっちかに曲がっちゃって、まあ、それがきっかけでギアがなんか変な方向に入ってしまうのかちょっと分かんないですけど。あ、6速に入ったわけじゃなかった。あ、でもなんかそんなこと言ってたんで、本来入らないはずのものが入っちゃったんで、何かしらイレギュラーが起きちゃったんじゃないかな。いう感じで分かんないですけどね。分からない。私には分からない。分からないですね。じゃあちょっと乗せ替えたエンジン。はい、乗せ替えました。じゃーん、一緒です。何も変えてないけど。何も出た。ちょっとまあ前日に足出ししてクラッチが滑りましたよね。ああ、そうですね。でクラッチ全開。うん、そうですね、セットで変えるね。うん、
辛かったね。うん、辛い。もう時間で出発も遅くなったし。辛い。完全にジャッキーまだ足出しできてないってことっすよね。うん。まあ、鳴らししか全然勝ってない。変わったところはありますか？ないです。上の方がええか。上を挟んどった方がええエビスで。こういうメンテナンスぐらいで済むぐらい。今日お願いします。よろしくお願いします。どんなお話だった？いや、沼田さんやってくれるだろうって。あ、なるほど。やります。そうですね。データ的にも順位的にも。ダモス。誰だ、ダメだな、これ。それはダメだ。頑張れ。食らいついてみろよ。多分途中でダメだと思う。ひどいね。ひどい。いや、あの、現実を言っとく。ああ、そうか。すでに笑ってました、こっから上が。いや、別にそうやっていじめてるわけでもなく、あの、楽しんでるわけでもないよ。いや、十分楽しんでた、そう。マナピーがマスクをしとってもこっから上が喋ってなくて笑っとった楽しそうだった、うん、どこへか、ひななのだ、ひななのだ、さあ、どこへか。
せに総集編って舐めてるじゃん。